あともう一つ安田さん、はい、獣道って山の中に入って、はい、見つけるためにどういうところに気をつければ分かるんですか。よく言うのが、ええ、その獣になったつもりで山見てくださいと、うん、そうすると獣も結構僕らと一緒でなるべく楽に安全なルートを選びます、はいはい、だからこの斜面登るならどう登るだろうなって感じで斜面見てもらうと、うん、そのラインが意外と獣道と一緒だったりするんで、見た目でこうこれ獣道だって分かります。分かります分かります分かります。獣道を探しに行くということです。まあ、動物の痕跡ですね、山に残されている動物の気配を探しに行きます。すごい、なんかあったみたいですよ。ちょっといいの見つけたよ。なんかあった羽だ。これ、おそらく肉食獣、それもカラスを取るぐらい上手なハンターっていうと、キツネとか。へぇ、おそらくこの近くにはキツネがいるだろう。おぉ、いいじゃん。おぉ、これなんで、まず道見つけたら道は荒らさないようにしてぐーっと目線を落として、で、毛とか糞があったら最高ですね。もうその誰が使ってるのか何が使ってるのかも特定できますので、匂いを嗅ぐ。うん、臭い。うん、あと、あ、毛が混ざってる。肉食。はい、多分キツネ。お、匂いぜひ。ぜひ匂い嗅いで。臭い。押すなよ、押すなよって。でも匂いする。うんこの匂い。怖い怖い、うんこの匂い。あーする。動物の排泄物も狩猟においては重要な手がかり。フィールドは学びと体験の宝庫です。とにかく火を入れすぎない、ガンガン焼くっていうわけじゃなくて低温調理でじんわり火を入れる。今回のツアー、ジビエ肉の美味しい調理法講座も。で、基本的にこういった内臓系って市場に出回らないことがほとんどで、大体漁師が自分たちで食べちゃうことがあります。で、これ一般的には手に入りにくい鹿の心臓を使ったアヒージョ風料理に、低温でじっくり火を入れる鹿のローストを実演。もちろん試食も。しっとりしてる、すごくしっとりしてる。思ったよりもしっとりしてますね。あ、はい、すごくしっとりしてますね、はい、ちゃんと水分を残した上で、はい、じんわり火を入れるっていうことでパサつきがなく柔らかくいただけますので、うん、すごいな、びっくりです。乾杯。乾杯。ありがとうございました。乾杯。乾杯。夜はですね、このような雰囲気でジビエ料理満載のバーベキューパーティーが、開かれます。鹿ステーキが多分、鹿ステーキいきますよ。だ、奪っていい。え、奪っていいですよ。早いもん勝ちですよ。もう今回のツアーには県内外から18人が参加。皆さんどんなきっかけや理由が。家でリモートワークしてる。いきなりクマがこう庭をビューって横切って。マジか。なんか漁にはすごく興味があって、なんですけど自分の心が耐えれるかなっていうのがちょっとまだ自信がなくて、命をいただくっていうことに関して、でそれでなんか一回参加してみて、で行けそうだったら免許取ろうかなみたいな。なるほど、はい、インスタグラムで広告が上がってきて、あと地元がやっぱり獣害結構あるので、まあ、漁に関してはちょっと興味はあったっていう感じだったんですよね。
とはいえ、はい、今日いきなりその午前、午後の、はいはい、あの解体、はいはい、大丈夫でした。あ、意外と大丈夫でした。そうか、その体験もできるっていうのが、うん、このプログラムにあったので、まあ、それも含めてちょっと体験してみたいなと思って。数年前にテレビでその女性の方の漁師さんをやられてて、その時にあ、なんか女性でもできるんだとか、あ、ちょっといいなって思ったんだけど、でも実際じゃあ何をどういう風に始めればいいかわからない。実際にやっぱ今日説明を聞いて、もう流れはある程度途中まで分かったので、じゃあ今度そこから先次の段階のステップの悩みに変わったっていう感じですかね。はい、なんかもともとね、なんか仕事柄も興味がありますし、食だし、僕は川だし、家畜を、家畜の資源をいただくのが僕の仕事なんで、だからその資源をいただくってことがもう一回なんかちょっとアップデートされないといけない時代なんで、こうまとめてワークショップやってくれるとかはあの意外にないんですよね。なんで逆になんかあの半日とかでちょこっとやるんじゃなくて2泊3日でガツンとやるっていうのはあんまない。実際ないからすぐ連絡したもんね。そもそもこのツアーなぜ企画されたのでしょうか。そこには知れば納得の理由があったのです。穴熊うまいっす。